はいみなさんこんにちは えー、レッグ戦に講師の森山です、えー、本日はですねパック講座と携帯小用書士講座活用法と、えー、こんなタイトルのところで私の方から1時間ほどお話をさせていただきたいというふうに思いますね、えー、本日は、えー、このレック新宿じゃないですね渋谷駅前本校の方からお送りをしておりますで、えー、まあいつも新宿でお話をしておりますが、まあ、久しぶりに渋谷って言い間違えてしまいましたけれども、えー、全国のですねレッグ学校本校にもまあ中継されております多くの方が聞いてくれているかなというふうに思いますね、えー、それでは え私の方からお話をさせていただきたいと思います。レジュメの方お手元にあればあお出しいただければと思いますが、で今回ですね1時間ほどえ私の方から今年の本試験ですね基準点こちらが発表されました。でその基準点ですねそれをどのように次年度対策としてこう分析をしていくのか。 あ、そのようなところのお話をして、え、それからですね。え、この携帯使用書士の講座の活用法と、いったことでお話をしていきたいと思います。え、どうしても、こう、時間がない方とか、隙間時間をどうやって使っていこうかとか。あ、そんな方がですね、私の講座の方を使ってくれておりますので。え、こちらの、まあ、一日三十分携帯使用書士講座。え、こちらの使い方、有効な使い方ですね。え、こちら、え、お話をしていきたいと思います。で、こちらの講座は、まあ、単独でですね、受講することもできますけれども。まあ、レックのですね、いろんな講座、と組み合わせて使うこともできます。 それからまあレックだけではなくてもういろんな学校で,ですね司法書士の基礎講座なんかを受けている方もですねパックとして,パックとしてこう付け加えていくこともできますのでぜひそんな形で,ですね自分のスケジュールに組み入れるとそのようなやり方についてお話をしていきたいという,ふうに思います。ねでは行きましょうか でレジュメの方ですね、まず今年の本試験の分析というところで、基準点の方から先にお話をしていきますが、レジュメの8ページのところを出していただければというふうに思います。でレジジュメのの8ページのところでははまず合格するためには え、どういう、ことをすればいいのか、あ、いうことをお話をしたいわけですが。だそもそも合格することっていうのは、どういうことなのっていうお話をしていきますね。よく合格するために、こんな勉強すればいいということになりますが。じゃ、あ合格って一体何なんだ、そんなお話から、あ、一番基本的なところではありますが。まあ、この時期させていただきたいと思うんです。で、レジュメの八ページのところが。平成二十九年についての、データです。なんで平成二十九年のデータが載っているのかっていうと、平成三十年のデータ九ページ。 載っておりますがまだ全て明らかになっていないということですね、えー。毎年9月下旬になると最終の合格発表があります、口、ま、実、あ、前の、えー、筆記試験の最終合格発表がありますが、あそちらがですねまだ出ておりませんので、すべてのデータが明らかになっておりません。で、平成29年のデータ、えー、こちらすべて出ておりますから、あこれと、えー、対比する形、あるいは平成29年を分析する形でもって、えー、合格するためには何をすればいいのか、あそもそも合格とは一体何なんだ、あそんなところからお話をして いいいきたいとういうふうに思いますまず8ページのところで平成29年、まあ、去年のデータになりますが基準点が午前の部が75点、まあ、午後の部が72点、まあ、25問24問、まあ、大体この辺りで毎年推移をしているわけですが記述式が34点で基準点の合計が181.0ですねで合格点が207.0合格点が207.0というふうに書いてあります。 でこの207点と181点の差が26点ある。 26点あるとということになりますね、えー、つまり、えー、基準点をすべて足したところで合格できるわけではありませんからあ基準点をすべて取った上でえで、ー、さらに上乗せ点という形で26点、えー、これが択、まあ、一でいうところのですね大体9問ぐらい、えー、上乗せをしていかなければいけないということになりますでは、えー、その下見ていただきたいんですがあ出願者数が1万8831人ですねでその横に100ってちょっと書いてみてください。 100っていう意味ですえこの数字を100にしていってえこれがど,んどの関門でどれだけ減るのかというところを見ていきたいと思いますまず受験者数が1万5440人実はこの時点で82%になっています。 82ですねですからもうですねこの受験するだけで実は18%の人が脱落しているというふうに言えるんですね、まあ、こんな感じでどれぐらいどこで減っていって最終的に3%になるのかといったところで何が一番難しいかっていうところを見ていきたいというふうに思うんですがで今100って言いましたけれども実はその 願書を出すという段階で受験生のうち何割かはもうすでに減っているはずですから、まあ、本来であればもうちょっとこう受験者え勉強している人は多くてそのうちのこう、えーまあ、何,何十パーセントかが出願をして、えー、さらにそのうちの82パーセントが受験しているということなんでしょうけれども、まあ、その実際にです、ね、どれぐらいの方があこう勉強しているのかというのは分かりませんのでこの出願者数というところをです、ね、100というふうに考えていきたいというふうふに思うんですね。 よろししいでしょうかそうすると、ですね、えー、この出願者数が100で、えー、この受験者数が1万5440人、この時点で82%、えー、この時点で82%ですね、で、えー、基準点の突破者を見ていただくと、午前の部が3069人で、午後の部が3139人ということで、それぞれこれ16、16%ですね。 出願,者出願者数の16%がそれぞれの基準点を突破しているというふうに言えますでこの午前の部の基準点午後の部の基準点はそれぞれ16%の人が突破してますが両方突破しなければ規律の採点してもらえないですねで両方突破した人が2179人でこれはもうすでに出願者数の11%になってます11%になっている で今年の平成30年の試験でいうとここまで発表済みですねですから、基準点はクリアしたぞ基準点はクリアしたぞというのが8月6日の時点で明らかになっているわけですでまず、この基準点を超えたという方はかなりの実力者だというのをまずはこうやって認識してもらう必要がありますね。全受験生を100だとするともう基準点突破したということは上位10%に入っているということですからそれはもう、えー、今年頑張ったと。 えー、自分を褒めていただければというふうふに思いますね。ということでこの試験というのは実は、えー、この基準点突破するまでが非常に難しいですねもう90%の人は基準点まで突破できないわけですからあこの基準点つまり 択一ですよ卓一がこの試験の勝負だというところになりますこの択一がやっぱりです、ね、90%の人は択一で脱落しちゃっているわけですからこの基準点乗り越えたよという方はかなりの実力者ということになるわけですそこはです、ね、安心ということではなくて自分を褒めていただくここまで頑張らなければその基準点は突破できないわけですから最近は基準点がです、ね、甘くなっているよと言ったってやっぱりこう数字を見るとです、ね、だいぶ低い数字になっているわけですよ。 でよろしいでしょうかねただ、えー、この基準点突破すればいいというものではないんですね今、えー、かなりの実力者だと言いますがまだ先があるわけですで、えー、記述式でですねその下見てもらうと、えー、記述式の採点がこの2179人について、えー、してもらえるわけですがそのうち 記述式の基準点をクリアした人つまり記述、えー、式できちんとですね、えー、基準点以上の答案を書いた人が1143人でこの時点で6%になってますこの時点で6%でその下、えー、合格者数が632でこの1143人というのはすべての基準点をクリアしているわけですがそこの中で上から順番に取っていったのが632人なわけですね。えつまり この記述式まですべて基準点をクリアした人の中でこの基準点を足したものから26点の上乗せまで取れた人が632人でこれが3.3%ということになっているわけです。よろししいでしょうか とということでまず1つ言えるのはこのですね基準点取れなかったよって人はまずこの基準点取れるようにしておかなければいけないそれも上位10%に入るわけだしさらにですね規律の採点をしてもらえなければ話にならな,ならないわけですからまずしっかりそこを狙っていかなければいけない。で 今、8月なわけですがスケジュール的に言うとまず基準点突破してないという人はもう一生懸命勉強しなければいけないですねえこのように基準点を超えるのがまず大変でそこが第一関門なわけですからまずその第一関門をクリアするためにしっかり勉強していくということになりますじゃあ、基準点突破すればいいのかというとそうではなくてその下えもう一度見てもらうと合格者が632人なわけですよね。ての基準点クリアした 人、え、すべての基準点クリアした人、それが千百四十三人いるわけですよね。え、つまり、え、この最後の二十六点の差で、五百十一人が不合格になっているわけですね。五百十一人が不合格になっている。この人たちは平成三十年受けてます。え、つまり。 あの全部で600人ぐらい受かる試験ではありますがすでに、こすべての基準点を受かっている人がもう500人以上はこの世の中にいるわけです。 そのの人たちとの戦いになるわけですよえつまり基準点突破していない人はどうしてこうえ今からです、ね、社腮に勉強を始めなければいけないのかと言ったならば実は基準点突破している人が、えーまあ、1143人いますがそのうちの632人しか受かりませんので511人は戻ってくるわけですね。でそのの人たちとの勝負になるわけです その人たちを超えていかなければいけないだから基準点までもう一歩だよという人はまだ初、えー、めから上にだいぶ人数がいてほとんどもう 600, 600人のうち500人占めているわけですよ、えー、その人たちを超えていくということを意識して、えー、本当にこう、えー、勝負をかけていかなければいけないんだということになるわけですねで、えーまあ、強敵は、まあ、よく言われるんですがこの500人だけではなくて、えー、このです、ね、卓一の基準点突破した 人の中でも規律、えー、の、えー、基準点はクリアしませんでしたが総合点を,を超えているなんて人も80人近くいるわけですえつまり今の511人に含まれていないえこのいいですか択一療法を超えた人が2179人いますが、えー、その中でですね規律式の採点クリアしなかったえつまり1143人に残れなかった人の中で総合点を超えている人は80人ぐらいいるわけですねでそういう人たちも強敵なわけですよそそうするともうそれだけで あの実は定員を超えているということになりますからその人たちを超えるための勉強というものをですね効率的に時間をとって勉強していかなければ間に合わなくなってしまうよということになるわけですねよろしいでしょうかそんなことになっておりますではこれがですね平成29年のデータということになりますが9ページの方を見てください平成30年今年のデータ今年のデータということになります。 こちら、基準点がですね、午前の部が七十八点、まあ、午後の部は七十二点、二十六問、二十四問ということで、レックなんかでも予想された通りの、えーまあ、点数だよということになっていきます。でその後のことはわかりませんで。出願者数なんかも出ております。で今回見ていきたいのが、基準点突破者数なんですが、さあ、皆さん、右と左見ていただくと、受験者が。 だいたい千人近く違いますよね。一万五千四百人と一万四千三百八十七人ですから。でも、基準点の突破者は大して変わらないんです。基準点の突破者は大して変わりません。で 卓越両方の基準点を受かった人数は分かりませんが卓越両方合格した人つまり期日の採点してもらえる人の人数は分かりませんが午前の部の突破者と午後の部の突破者の人数を、えー、左のページと比べてもらうとほぼ同じような人数が あ、規律の採点に回るだろうということは想定されます。そうすると例えば、えー、期日の採点がですね、えー、この2100人ぐらいと2200人ぐらいというふうにされるということもまああの起こり得る話ということになりますね。そこは想像です。そうすると何が言いたいかというと、出願者数は減ってるのに出願者数は減ってるのに、えー、基準点が変わらない。 出願者数が減っているのに基準点はあの人数は変わらないってことはその,先のその先の戦いが結構難しくなるだろうってことが想像されます。どうしてかというとこの合格者数は,減る,は減ることが想定されますね一番下。9ページの1番下のハテナの数字は減ることが想定されますそうすると、えーそのですね、出願者数が減っているで合格者数もそれに比例して減るだろうところが、基準点突破者数は減ってない。 いうことであれば基準点は通るけれどもその先で落ちるよって人が結構増えてしまう可能性があるので最近の試験はよく言われておりますがその基準点突破した後の上乗せ点それが非常に重要になっていきます。 で平成29年であれば 26, も26点ですね上乗せをしなければいけないわけですが平成30年であればこの人数からするともう少しこう上乗せがもしかしたら増えてくる可能性だってあるわけですね。でこのですね卓一の基準点は突破したけれどもその先でこう不合格になってしまうという人も増えてきてしまうということになってしまいますから、まあ、非常にまた難しい戦い日、ね、基準点突破したから安心というわけではないんだというところになります。 ということで、この試験難しいのはですね。今言っている択一の基準点を突破するだけだって。難しいのに、さらにその先で最近では非常に厳しい戦いが待っているぞということになるわけですね。よろしいでしょうかね。まあ、これがですね。例えばですよ。平成23年あたりのデータであれば、あの基準点突破した後の総合点。 落ちというのは非常に少ないんですよねもう基準点突破すれば結構安心だよと言ったことではあったわけですですから非常にこの基準点5の戦いも大変だということになるわけですねではその戦いをどのようにしていけばいいのかあ,あいうところを今回はお話をしていきたいというふうに思いますねでレジュメの1ページのところに戻ってくださいレジュメの1ページのところに戻ってくださいまあ、このあたりもですね今回の、えー まあ本質論というかですねそういうところではありませんので足早に行きたいとえまああの私、7月あたりのですね分析会なんかでもよくお話をしたことを今年の本試験については分析をしておりまして検証会とかもやっておりますからまあこの辺りもかいつまんでお話をしていきたいと思いますが1ページのところの1番本試験の分析というところで1番ベネチア生まれのコロンブスなんていうわけわからないタイトルがついておりますがこれがまああのジェノバ生まれのコロンブスと。 いうのが正解なわけですよねえつまりあのよくですね大学受験なんかで、えー、このですね身体力を発見したのはあベネチア生まれのコロンブスだ、えー、それが1492年に身体力を発見したみたいな選択肢があったとして、えー、1492年という年号は合ってるとでコロンブスだっていうのも合ってる確かバスコ・ダガマじゃないよねみたいなそういうところになりますが実はその生まれた地が誤りと。 こういうういい選択肢がよよくあるよなんててううに言われております。そうすると今年の本試験もそんな問題がよく出ましたつまり受験生の方で実力があるんだけれども当練なんかで慣れてるんだけれどもよく引っかかってしまったよって人はそのよく誤りとなるところは あ、合ってるんだけれども、実はその横のですね。情報と、着目しない情報というところに誤りがあった。え、そんな選択肢がかなりあったということになるわけですよね。え、一つぐらい見ていきます。え、午前の部の第十八問というのがその下にありますが。え、売買の目的である土地について、第三者が登記をした賃借権を有していた時には。あ、買い主は当該土地の引き渡しを受けた時から一年以内に限り、売買契約の解除をすることができると書いてありますが。で、多くの方はですね。この一年。 というところに誤りがあるのではないかというふうにすで、えー、にこう標準を絞って、えー、解いていったわけですよねそうすると、えー、この1年内に限りと書いてありますが確かこれ 賃借、えー、権がついてるな鎮釈権がついてるな、でこういうときには1年の制限なかったよね、1年の制限、えー、なかったよねみたいな感じでああこれはどうなんだとおういうところになるわけですね、えー、1年の制限ないというか1年の制限ないかどうかとああいうところで1年の制限はあったかな、なかったかな、そういうところですね、確か1年の制限、えー、あったななんてことで、丸というふうにしたくなるんですが。 そうなんですね確かにこう担保責任の図表なんか見ると1年か10年かってところで、えー、書いてあるわけですよ。ところが実はそこの1年か10年かというところに誤りがあるわけではない1年以内だということで、えー、正解ではあるんですが引き渡しを受けた時というのがあ目立たないけれども誤りなわけですよね知った時なわけですそうするとこれは知った時というのが罰ですから罰になるよとこういうことになったわけですよ。ということでこのようにですね、えー、多くの人が御前の分 えー、本試験で使ってる知識は難しくないんだけれども意外と間違えていたよという方が多かったわけです。で3ページのところに行ってほしいんですがであとは2ページとか同じような出題がいっぱいあったよという話が書いてあるだけですから。 え3ページのところ行ってもらうとじゃあこのような問題に対策するためには解くためにはどうすればいいのかというのが書いてありますがもう基本知識を正確にしていくに限るわけですねもうそれしかないわけです出てる知識は難しくないわけですだけれどもその本当にこう正確性というものは求められるんだということになりましたで、えー、丸一番基本知識の正確性と書いてありますが見なくても言えるように見なくても言えるようにというふうに書いてありますでこれ 私がよく言ってるんですけれどもえ皆さんが想定している基本知識の正確性正確に押さえておかなければいけないよという話になりますが皆さんの想像以上に正確に押さえていかなければいけないんだよと。 いうことになるわけですねそれはもうテキストの基本知識を空で言えるぐらい空で言え,言えるぐらいにですねえしていかないといけないということになりますですからテキストを見て「いやこれ知ってる知ってる」とかあそういうレベルではなくてもう空で言えるようなレベルでしていかないといけないぞということになるわけですね。もうテキストを閉じても言えるぐらいで私がよく言うんですがえ本試験の問題というのは雑誌の後ろについている間違い探しと一緒です。2つの絵があって あの右の絵と左の絵どっちが違うかみたいなそういうクイズがよく雑誌の裏についてますよねあれと一緒のわけですよ。何が違うかというと例えばここに木があるけどこっちないぞとかちっちゃな花が咲いてるけどこっちないぞみたいなじゃあその本試験何が違うかというと正しい絵が与えられていない正しい絵が与えられていないというところがですねその雑誌の間違い探しと違うわけですよ。その例えば第18問 赤から青までのうち誤っているところを2箇所選べっていうのはその雑誌の間違い探しと一緒で間違いを2箇所選べばいいわけですよただ何が違うかというと雑誌と違って正しい絵は頭に入れておかなければいけないんですね頭からその正しい絵を出せるようにしていかないといけないんだということになるわけですでさっきの問題であれば頭からですね正しい知識が出せればあここ違うじゃないかって見比べることができるわけですよ だから皆さんの普段の勉強としてテキストを見て勉強するだけではなくてもうテキストを閉じてすらすら自分に説明してあげられることができるかどうか。 あそんなことをですねえよくお話をしております。例えば携帯使用書士を使っている方はもう見て勉強するのではなくてよく言ってるんですけど赤字を隠すだけでもなくてもう閉じてそのページのことが全部頭で再現できるか口で再現できるかというぐらいえやっていかないといけないんですね。もう出てる知識はそんな難しくないんだけれどもその再現力っていうのは非常に問われているわけです。ですから合格者なんかはもう携帯使用書士をこう電車の中で思い出していたとかあお風呂の中でこう見ないで言えるようにしていたとかそういうこと。 よく言っているのはあの本当にこの試験え最近もそうなんです今年の今言った傾向でもそうなんですけれども、えー、見なくて言えるぐらい出ていかないと本当にこういうところに引っかかってしまうよと、えー、いう話になるわけですねよろしいでしょうか。で、えー、それから丸二番ケアレスミス対策というふうに書いてありますが今の問題、まあ、ケアレスミス自体も防がないといけないですよだからケアレスミスをしてしまう方はそれを防ごうなんて話はまた後でしていきますけれども今の問題に あの引っかからないためには一つはです、ね、罰の足を重視する罰の選択肢を重視するということはあ一つ大事ななことになりますで例えばです、ね、5行ぐらい一つの選択肢長い文章があったりするわけですその時に「丸って判断するのはなかなか厳しいんですよ。で5行のうち一箇所でも罰があれば罰ですから。 だから実は「×」の選択肢の方が信憑性が高いんですこの部分が×だよって分かればその選択肢は×で判断できるわけですね「丸って判断するためには文頭から文末まで一箇所でも×があったら誤りになるわけです今のように1年というのが正しかったとしても引き渡しの時からっていうその一箇所でも×があればその選択肢×なんですよだから実は「丸っていうのはよっぽどこう信憑性がなければ判断できないんだということになりますねだから迷ったら×を重視と。 おいうことが言えるかなというふうに思いますまあ、そんな形でやっていただければいいんですねあともう一つは今手にバツで判断するときにあ丸って判断するときにですねどこにバツが潜んでるか分かりませんからきちんと一箇所一箇所部分部分で見ていくってことは重視してください でよく午後の部なんかでは時間がないからもう本当に全部の選択肢を検討する必要はないよと言われますけれどもそれは正しいと思います私も時間がないのでよっぽどのことがない限りすべての選択肢はあ受験生であれば検討しないと思いますでそれでいいと思いますでもう正解が分かって次の問題にいかなければ期日の答案を作る時間ないですからね期日というのはある程度時間を割かなければ誰もいい点数は取れません。 ですから記述が苦手な方というのは記述がです、ね、実はそんなに時間をかけてないという方が多くて記述にある程度時間を残さなければいけないそうすると、これはです、ね、きちんと択一を縮める必要があるそうするとすべ、えー、ての選択肢を見ている時間っていうのは非常にもったいなくて例えば、例えばですよあがるいがるで一番って正解で分かったらうとえとを読んでいる時間っていうのは保険にしすぎないわけですね。 えもうあと、あが丸例えば、あが丸、いが,が丸で1番とかあが×、いが×で1番とかこれでもう確実だよ分かったらうえおを見てやっぱりねっていうのは時間の無駄なわけですよ確かにそれは見直しっていうかこのですね正解が出てるかどうかっていうのを確認する意味がありますが確認っていうのは点数が上がるものではないわけですよ。 それよりは、えー、まだです、ねえー、やってない規律にちゃんと時間を回す方が大事で全部、えー、の選択肢を見るっていうのは必要ないかと思っておりますがただそれは例えば「あ」の選択肢を丁寧に読まなくていいって話ではないわけですね。例えば「あ」の選択肢のどこにツが潜んでいるか分かりませんから例えば、えー、私が本なんかでやり方書いているのはもうスラッシュを入れてですね、えー、一言一言確認しながら読んでいけと。 こんな話をすれば例えば引き渡しを受けたときにっていうところこれ合ってるかどうかってきちんと頭働くわけです。でそれをしないでなんとなく全体見てこの辺りが×かないや丸だなとか言って判断すると今言ったように、えー、×とすべきところを丸としてしまう可能性はあるわけですね。ということで、えー、問題解くときにですねきちんとそのようにですね、えー、解かなければいけないよ、えー、全部の選択肢を見る必要はないですが見る選択肢は丁寧に見なければ足元を救われてしまうということになるわけです。よろししいでしょうか。 それから ③ 番のところで、テキストの重要性と書いてありますがこれですね、コアとなる知識を応用できる形で抑えると書いてありますが今のように実は本試験の試験員というのはポイントよりちょっとずれたところに罠を仕組んでくることもありますので今のったように知識がきちんと出てくるということが予想を想定しなければいけないわけです。ね。そうすると皆さんは、 あの図表のテキストって非常に助かりますだけれども図表に頼りすすぎちゃいいけないってことは言えるんですねだから例えば携帯小書なんかも文章でわざと書いてあるのはそうで文章の形できちんと再現できるようにしておかなければ当日その丸ツの部分以外のところに落とし穴があることがあるんですそれは例えば図表であればちゃんと中として書いてあったりもするんですけれども頭にきちんと入れて思い出せるようにしていくためには文章の形できちんと見ていく必要がある。 えー、もちろんその表のテキストって非常に分かりやすいしどこが論点かよく分かりますがそういうのを使う時にはきちんとですね、えー、文章の形でもテキストを使っていくんだ、まあ、携帯小書士もそうだしブレイクスルテキストなんかもレックではありますがあそんな形できちんとですね、えー、文章の形で頭に再現できるようにしていくってことは実は非常に重要なことなんですね。えー、図表のテキストで、えー だけに頼ってですね、ずっと勉強していくということで頭打ちになってしまう可能性もありますから、あもちろんそれは大事なことではありますけれどもプラスしてこうえきちんと文章も見ていくんだということはえ勉強としてしていくようにしていただければというふうに思いますね。ではえ4ページのところを見てください。 で今年の試験でよく言われたのがその分野からも取材されるのかというところで自主だとか帰宅の自主だとかですねこの上ク営業なんかが出ましたけれどもこれも実はですねきちんとやっていかなきゃいけないことはやっていかなきゃいけないんですでこういうところをです、ね、そこも出たなんていうふうに思っていちゃいけないよということなんですね。それは出るんでですよペペーージジののととととこころろ行行っっててももららうう 対策と書いてありますが広く学習すする勝手に絞り込まないってことですよく、まあ、受験業界では私も言いますが絞り込みが大事だよみたいな話をしますけれどもそれは、えー、ある分野を捨てるってことじゃないんですよ民事執行法はやらないとか商法はやらないとかもう自主みたいなものはやらないとか刑法の没収なんかやらないとかもう地方自治は出ないだろうとかそういう話ではないんですね。それはやななきゃいけないけです そのですね、例えば、ある分野のもう本当にこう難しい洗礼だとかそういう細かい洗礼までは出ないよみたいな話は絞り込む必要がありますそれを全部やってるときりがないですから冬季研究の細かい話だとか非常に重要でない判例だとかそういうものについてはある程度絞り込む必要があると思いますが範囲については勝手に出ない分野を自分で想定してはいけないということは言えると思いますね。で出た時に差がついちゃうんですよ だって、えー、この自主っていうものについてだってもう携帯使用書士に書いてあるレベルで正解出せるしジョーク営業だって書いてあります、ですからそういう分野はちゃんとやらなければいけないですしかも今言ったように携帯使用書士に書いてあります、ちょっとだけでそれで正解出せるんですよ、つまりあの予想されてない範囲というかマイナーな分野が出たときにはもう基本で差がついてしまいます、やってるかやってないかなんですよ。 もう自首やってる方はもう任意的原型という部分と犯人が発覚は自首とはならないなんてことは当然、知ってなきゃいけないし知ってるはずだしそこをやってるわけなんでですすよねですからそういうところをやってるか、やってないかで差がついてしまいますからあのそこは出ないだろうとか勝手に決めないでくださいね。全部出るんですよ えいうことでもう何が出てもいいどの分野が出てもいいということでそういうのは絞り込んじゃいけない、えー、もうマイナーな分野だろうがそういうのは出ていきますのでいつだって出てきます、えー、もう主権の概念というのが出た年もあるし地方自治が大きく出た時もある選択再建だって出たことがあります。だだからそういういいいのを絞り込んんではいけないんだとそれは どこここだって出て出くしいつででも想定外のことは起こるんですただ、えー、そういうマイナーな分野が出た時には基本だけで出ますから深く突っ込む必要はないんだけれども浅く広くやっていく必要があります、えー、特に気をつけなければいけないのは直前の予想講座ですねでこれもですね非常に、えー、役立つとは思いますし、えー、私もですね本試験の予想を、えー、出演式で行ったりもしましただけれども外れるんですよ。まあ、偉そううに言うことじゃないでですすけど <laughs> 外れるんです で外れることを想定しなければいけないだからよくです、ね、予想講座を最後のです、ね、わらとしてそれにすがりますみたいなことを言いますけれどもそれでは受かりませんだって当たったとしてもそれ以外から出ないわけではありませんからね。 だからもちろん予想講座で予想される部分について他より深く勉強しようという使い方はいいですけれどもそれ以外は勉強しないとかいうことはやめた方がいいかなというところですねだからやっぱり予想されていない分野もすべて幅広く勉強していかないといけないぞということになりますよろしいでしょうか。ででですすかからあの携帯消費なんかでもですね あの例えば左のページに過去問が1つもないページもあるんですよで私はもう基本の分野は全部入れましたからその入れたんだけれども実はまだ過去出てないとかいうところも民法なんかでもあるんですねでもそれは過去問に出てないからやんなくていいっていう話ではありませんもちろんそういう範囲がある以上それは勉強した方がいいだろうっていうのは私の考えなんですねで毎年こうこに出てますからねしかもそれは基本で差がつきますからそういうところをやるようにしていただければというふうに思いますね で明らかに出題者予備校の予想を外してきてますね今年なんか特に見えました。で大体ですねレックなんかでも、まあ、予想講座があるし他校でもあるんですけれども大体どの講師も同じような予想をするんです。でそれはどううしてかというとい 室内感覚から予想すするとみんなな同じになります、えー、これは4年おきに出てるとかこれが出たらこれが出るとかそんな形で予想するわけですで今まではそれで当たってたんですよところが、えー、まあ検証会なんかでも言いましたけれども、えー、外してきてるんですねだからやっぱりそういうのはとやらないで、えー、出ないと言われる分野もきちんとやっていくんだ。でで絞り込むならば深さですもう 範囲については絶対絞り込んではいけない、えー、マイナーな分野から出て、えー、それが基本だったりするともうそこで差がついてしまいますからそういうのは、えー、削ってはいけないぞということになるわけですねよろしいでしょうかでは7ページの方に行くとやっぱり過去問と書いてありますが、まあ、あの今年なんかでもですね結構受験生が解きにくかったって問題を見てみたらほとんど過去問の足の組み合わせだったりするわけで受験生が意外とです、ね、過去問を見てないなということは えー、感じま,すあのまあ確かに予備校がですね毎週のように当練を提供して、えー、それで精一杯っていうのもよく分かりますけどまず過去問でしょうというふうに言いたいわけですよね。 でもちろん、当連なんかでもその上乗せってことでは大事ではありますが過去問から出てそれが取れなかった時には本当に命取りになってしまいますからあの当連に追われて過去問ができないというのは本末転倒なんですね過去問をきちんとやった上で当連で上乗せするというのは正しい姿であって当連で追われているから抗議で追われているから過去問レベルのことはやらなくていいよというわけではありません過去問をやった上で何をプラスするかとういう話ですからね。 えまあ携帯使用書士にも過去問たくさん入れておりますがまず、過去問はしっかりやっていくということになります。よく本試験なんかでもですねいや最近は先生過去問だけでは足りないよね過去問には穴があるよねってよく言われるようになりましただけれどもそれは過去問やんなくていいってわけじゃないですね。 過去問やったけども足んないかもしれないっていう意味であって、過去問やんなくていいっていわけではありませんから、過去問やっぱりしっかりやって過去問から出たらしっかり取れるようにしていくっていうのは、まあ受験生のですね常識というふうにしておかなければいけないだろうというふうに思います。よろしいでしょうか。それはもう受験生として当選の態度というふうにして考えてもらいたいということになりますね。よろしいでしょうか。では次にですね。 10ページのところに進んでいって、え括弧2番。 えー、ここまで今年の本試験の分析、えー、それから合格するためのデータについてお話をしましたからじゃあ実際にですね合格するために必要なものっていうのは何なのか、えー、こんなお話の方をしていきたいというふうふに思いますが、えー、まず、括弧2番合格するために10ページ必要なもの、えー、正確な基礎知識、えー、過去問知識と書いてありますがこれ今お話しした通りですね皆さんが想定している以上に、えー、基礎知識を正確に捉えておかなければいけない、えー、その重要と呼ばれる例えば携帯使用者 とと赤字になっている部分だけではなくてその近辺の黒い字だとかそれから 黒くなってない字の部分も含めて正確に見ないで言えるぐらいにしていくということが想定されているよということになります。でそれから、過去問知識なんかもきちんとやっていかなければいけないただ、これもですね例えば合格その中で過去問を1から全部解くということで時間がないんですけどみたいな相談を受けたりしますが過去問の知識をどのようにゲットしていくのか。 とといいううのは人によって違うと思います例えば過去問が反映されているテキストを見ていくということだってありかもしれないし足別本で見るのかもしれない合格像みたいに五四択一で見るのかもしれないそれはもうライフスタイルだとかあ,あるいはですねどういうテキストを使っているかにもよりますけれども少なくとも過去問知識というものがですね、えー、皆さんに、えーまあ、きちんと入手できるようには勉強として整えていかなければいけないぞということにはなりますね。 でそれから今度はその下見てもらうと最新の情報最新の情報というふうに書いてありますこれも合格するために必要なものということになりますね。で本試験なんかではやっぱり新しいものがどん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 出ていきます。今年はですは、ね、そんなに新しいものは目星ものは出ておりませんがただ例えば平成27年あたりの判例は普通に出てるわけですよね。 と考えればやっぱりこう新しい情報は仕入れていかなければいけない、えーまあ、過去のデータであればですねもう2月に改正されたものが7月の本試験に出たりしておりますから、まあ、そういうものはしっかり押さえていく必要がありますですから、あ皆さんこれから独学、えー、で,で勉強している方もいるでしょうし、えー、予備校を使っている方もいるでしょうし、えー、いろんな方がいるとは思いますが必ず、えー、考えてもらいたいのが新しい情報の入手のアンテナを張っておくということですね。 もう予備校なんかできちんとです、ねえー、まあ最新の講座を受けているという方であれば問題ないわけですけれども独、えー、学でやっているぞなんて方はあもうまあ例えばこの携帯小書者の30分の講座なんかを受けるのでもいいしそれからあの各予備校の講師なんかがです、ね、ブログを書いたりしておりますからそういうのを見るのでもいいですが必ず新しい情報は。あ あの入手でできななけければいいいんだというとうころをですね、えー、どうすればいいだろうというのを考えていただければと思います。で特にですね今年来年ですねの本試験に関してはアーレックでも海の日のですね特別講座でやりましたけれども相続法の改正相続法の改正これが試験範囲になってくるはずですで、えー。はずですっていう曖昧なことを言っておりますがまだあの施工日が 明らかになっておりませんからあの明確には言えない、えー、正確に言うと言えないんですけれどもまあ普通に考えたら試験範囲になるかなということですよね。あもちろんあの1月に施行される 先行施行のものが1個ありますからあの実質証書のです、ね、遺言についてあの一部、目録なんかはこう実質じゃなくてよくなっていうアプローチでも登記簿でもつけておけばいいよみたいな話になりましたから、まあ、それについてはあもう質産、えー、範囲になるということは確実ではありますけれども、えー、その他の本体部分については1年内施行というところまで分かっていてその1年内というのがもう4月なのか5月なのか6月なのか分からないわけですよね。たただ普通に考えたら4月ででしょうと、えー、会社法系のものもあれば株 公の司法会に影響しないように5月施行のことはあるんですが民事系の民法なんかであれば4月施行が普通ですので4月1日だろうとそうすると4月1日に施行されてその年の試験に出るだろうということが想定されますから来年のですね7月の試験については改正後の相続法が出てくるのではないかといったことが想,像されます想定されますですからこの新しい情報なんかも仕入れておかなければいけないぞということになりますね。よろししいでしょうか ですからまあ今年はきちんとですねその相続には対応していく必要があるだろうと思いますでまあはずとしか言えないんですけれどもただ、5月世行、6月世行のことがまあないとは思いますが万が一あったとしてもですよまあ5月世行、6月世行なら多分出しますよね会社法なんかのことも考えれば。 となれば、まあ、あの施行日にかかわらずもう7月までには施行されますのでそうすると本試験の日には施行されているはずですから施行されていますのでこれはもう出すしかないと思いますねだからこの相続に関してはきちんと対策を立てていく必要があります。 よろしいでしょうか。で、私の方でもこの携帯使用助手の一日三十分の講座では、あの民法に歩行をつけますので、えー、あの施行日が明らかになり次第ですね、歩行を配信しますので、そこは最新情報として安心をしていただければいいかなと思います。で、あのね、私まああの今度ですね、秋にまあ毎年六法が出ます。私が監修した六法も今年は出ますけれども、あの相続についても対応した上で、えー、まあ六法をまあ。あ まあ観光していきますから、まあそう新しい六ッなんかもですね見ていただいて必ずこう相続に関しては対応するようにしていただければと思います。まあ最近法はまだ先ということになりますね。二十二千二十年4月施行ですから先になりますけれどもね。こんな形で最新情報については必ずこう入手できるようにしていただければというふうに思います。 ではその下を見ていただくとです、ね、今度は未出題の問題を解くための知識と書いてありますが、まあ、こちらがです、ね、また先ほど見たとおりあの、まあ、いろんな分野が出てきますから必ず携帯使用書士とかテキストを使って出てない分野も勉強していくということが想定してくださいではその後に独学力というふうに書いてありますが予備校なんかではです、ね、あんまり独学,学と言いませんで私はこの独学力という葉をよく使うんですけれども のやっぱり勉強の本質は独学ですで予備校の講座というのは非常にこう頼りになりますで最新情報も提供します、えー、整理もしていきますで記憶についてどのように覚えていけばいいのかどのように整理をしていけばいいのかも分かりやすく説明しますでもそれを頭に入れていったり記憶していったり思い出せるようにしていったり過去問の問題練習したりするのは皆さんが一人で勉強している時間なんですよだからその時間はきちんと刺繍をしなければいけません。 ですから、えー、私がです、ね、あのこの予備校の講座なんかをです、ねあのまあ、やりながら言っているのは立場上、おかしいんですがあその講義を使った後の独学の時間が大事でその予備校の講義は非常にこう強力なサポ,ートサポーターにはなりますけれどもあくまでもサポーターに過ぎないんですよ、それをどのように使いこなしていくかというのはその独学の時間、復習の時間にかかっているんですね。 ですから、きちんとその独学力というのをつけていく必要があります。で、この、私が今回ですね。大型講座ではなくて、この一日三十分携帯使用証書士講座なんていうのをやったのは一つそこで。予備校の講座に時間を取られすぎちゃって。勉強できてない人が非常に多いんですね。ですから、とにかく講座を聞いている時間は一日三十分でいいから、あ、他の時間を。 遊んんででいいというわけではありませんしっかり勉強しなさいという意味でもう30分きっかりに終わるような講座を作ってみたんですね。ということでこの、えー、予備校に頼りすぎないできちんと独学をしなさいと、えー、いうことですただ、一人で独学していくとまたいろんな支障は生じますからあその分こう、30分間ですね、えー、講義を聞いてペースメーカーにしなさいみたいな話にもなっておりますであるいはそこでこう独、えー、学のですね、えー、ずれてしまった方向をきちんと修正してほしいという意味もあります。ちょっと講座の 話話はままた後でお話をしますで10ページの下の方に見てもらうと今度は失敗のパターンと書いてあってドーナツ化現象というふうにまず書いてありますこのドーナツ化現象というのもよくある失敗で例えば、当連系の,です、ねあのまあ、講座なんかを取っている方は当連で難しい知識ばっかり仕入れてしまって真ん中の基礎レベル過去問レベルをおろそかにしているという方が非常に多いんですね。 ですからこういう方はですねきちんとえまあ1月以降、当連なんかを中心に勉強してちょっと当連に追われちゃって基礎知識の補充を怠ってましたと過去問解いてませんでしたという形さっきのように過去問が命なんですよ、やっぱり。ですからその過去問やらないで周りのこの周辺のですねプラスアルファばっかりやっているあくまでもその当連で難しい問題やる密室の問題やるというのは過去問のプラスアルファだから中心があってその周りを こう広くしていく役には立ちますがその周りだけ埋め立って真ん中がスカンスカンであればドーナツになっちゃうわけですねそうするとやっぱり真ん中の部分が一番重要なものですから試験に受からなくなってしまうよく「当蓮番長」とか言って「当蓮はよく解けるんだけどもあの本試験では解けないよ」みたいなことが言われますがそれはもうドーナツ化現象ということになっているわけですよねよろしいでしょうかあとはその下に「絶対的な勉強不足」と書いてありますが あの本試験で,です、ねえー、どうしても合格できないという方に話を聞くとやっぱり勉強時間が足りてないという方が非常に多いです。 でこれは皆さん一生懸命やってないってことではなくて仕事をやりながらとか育児をやりながらとかどうしてもこう時間がない中でいかに時間やりくりするかってことはやっぱり大事なんですね特にこの直前期にどんだけ時間を使ったかってことは非常に重要ですから最後の最後にどんだけ追い上げたかってことで差がつきますのでそういう意味においてはですねこの絶対的な勉強不足っていう方は結構おります。そういううういいい方はどややってて勉強時間を増やすのかっていうのか考えてください それも隙間時間使っていくしかないわけですよですから例えば電車に乗ってる時間だとか昼休みの時間だとかそういうところをいかにこう活かしていくかってことが重要になりますだからこの携帯小聴者講座今年取ってる方は昼休みに講義を聞いてあとはちゃんと家で勉強してます独学やってますみたいなそういう方も結構いらっしゃいますねその調子で頑張っていただきたいという話を各地でしてきたんですけれども、えー、よろしいでしょうかねでは11ページの方に行ってみてください 確実合格のための学習法確実合格のための学習法というふうに書いてありますまあ、今言ったお話をですねまとめていきましょう、えー、今失敗のパターンなんかもお話をしましたじゃあどのように勉強すればいいのかということになりますまず括弧1番自分に足りないところを埋めていくということですねこれが2年目以降重要なことになります で、特にですね。この1年目の講座っていうのはいいんですよ。あの、皆さん同じとこにいますから。あ、それここがゴールだよって言えばいいんです。ところが2年目以降というのは、今皆さんの立ち位置というのは全員違うわけですよ。もう合格に近い方もいるし、えー、ちょっと違う方向に行っちゃってる方もいる。だから、皆さんがやるのは今の自分に足りないものを埋めていく必要があります。例えば、えー、本試験時間が足りないって方は？ 時間がどうやったら足りるのかってことを考えなければいけないしケアレスミスをしてしまうって方はケアレスミスを埋めていくような努力をしなければいけないわけですよね。で本試験で緊張してしまうよって方はあ本試験でどうやったら緊張しないかっていうことを考えなければいけないわけでそこを埋めていかない限りいくら勉強時間を取ったって知識を入れていったって自分の足りない部分を埋めていかなければ話にならないわけですよ。 だから皆さんがまずやるべきこと、この時期にやるべきことっていうのは分析です。今年の本試験の分析はどの予備校でもやってますが、自分に何が足りないのかの分析、自分に何が足りないのかの分析、それをやってから走り出さなければいけないということになります。で、あの弱点を埋めていかない限り、全くそれは合格できませんからね。ですからあのレックなんかでもいろんな講座がある。これはもう商売でやっ るんんでですすがあのそうなんですけどただ商売というだけではなくてみ皆さんんんに足りなないところはみんな違うんですよだからあ期日苦手なパックだとかあなんとかなパックだとかいろいろあるわけでじゃあ自分に足りないものはどれで埋めていくのかっていうものを自分で今年の本試験分析してえさっきデータ見ましたから基準点まで、えー、これをやればいくと。 でさらに上乗せ点までこれをやればいくってことをちゃんと自分で考えていかないといけないですね。でこの問題が今年、本試験取るべきだったとじゃあなんで取るべきだったのに取れなかったのか基礎知識が足んないのかケアレスミスをしたのか時間がないのか人によって違うと思います覚えていたはずなのに曖昧だったとかそこは着目できなかったとかいろいろあると思うんですねそれを必ず分析するでこれをやらないで走り出して毎年同じことになってしまうって方結構いるんですよ。 ですから必ず走り出す前に分析をして何が足りないのかを認識してからそれを埋めていくような努力というものをしていかないとやった努力が無駄になります。できることをやったとしょうがないわけだからできることを埋めていく必要があるわけですね。 でかっこ2番正確な知識を身につけるためにこれも正確な知識が必要ですよというお話をしましたからじゃあどうやって身につけていくのかというのは、まあ、お話をしてきましたがメリハリをつけて確実に思い出せるようにもう本を閉じて勉強していく必要があるよなんてお話をしましたでそれからですねちょっと5番のところに行っちゃいたいんですが合格できる学習計画合格できる学習計画と書いてありますけどあの 2年目以降っていうのは計画を立てないで計画を立てないで終わりませんでしたって受験生たくさん出てきます特に2年目の方が多いですねどうしてかというと1年目っていうのはすごく時間があります15か月合格講座とか15か月講座とか言いながら飽きででああれば20ヶ月あるんですよところが2年目の勉強っていや基準点も発表されたり発表されたしお盆も終わったから始めるかって時にはもう10か月ぐらいしかなかったりするんですね。 もう9月から始めようってなったら10か月しかないですよ。月月あった1年の1年目目の勉強が2年目は10ヶ月しかない。そしたら思ったようには進まないで、えー、本試験迎えてしまうってことがあるわけですよ。ですから必ず2年目以降というのは計画を立てなければいけません、えー、計画を立てないと終わらないんですよ。じゃあどうやって計画を立てるのかというと11ページに書いてあるとおり3つのタームに分ける。 三つのタームに分ける。まず今が八月ですが、今から年内、今から年内、十二月までで一タームです。このちゃんと区切りをつけておかないと。えー もう、えー、このきちんとです、ね、一つ一つこう、えー、区切りをつけていかないとなんとなく本試験を迎えてしまいますからまずは短期的な目標として12月いっぱい12月いっぱいって目標を立ててくださいここでは丁寧なインプットが要求されます土台作りです、ね、ですすねからよく本試験の勉強するときに1日でいろんな科目をやった方がいい1日でいろんな科目をやった方がいいと言われますが年内に関しては1日1科目でいいです。 もう民法不動産登記を会社法と進めていってくださいで例えば1年目の15か月合格講座のように一つ一つの科目を丁寧に分析をして穴埋めていって知識を身につけていくで基礎知識を正確に言えるようにしていくこういう着実な勉強というものを年内にしていく必要があります。 でこ,のこのためにですねきちんと計画を立ててじゃあ年内まで終わりにするためにはどんな計画を立てればいいのかっていうのをきちんと立ててくださいこれ、計画立てないと始まりませんからねどうしてかっていうと計画立てないとよし、民法から始めようっつって、えー、11月ぐらいになると先生あの、丁寧にインプットやってたんですけど民法がまだ終わらないんですあと10科目もあるんですまだ1科目しかやってませんみたいな状況になるんですよ、本当に独学の人になるんですよ。 だから12月いっぱいまでに全科目を終わりにするためには今、どこまでいってなければいけないかっていうのを勉強の初日の前に例えば9月から始めようという方は8月中に全え12月までの日程を計算してもらってどれをどこまでにやっておかなければいけないか1日1日の計画じゃなくていいですよえ例えばこのえ月の何日までに民法が終わってなければいけないとかこんな形で計画を立てないと絶対終わりません。 人間というのはやっぱりこう先があると思うと、えー、丁寧になっちゃうんですねですからきちんとですね、えー、終わりにするためには計画を立今言ったように独学の方なんかは特にこの計画っていうところが弱いですからしっかりそれを立ててもらう必要がありますじゃあ,あの計画の立て方とすればどういうふうにすればいいかっていうとレックのパンフレットがあります。 でレックのパンフレットそのです、ね、中上級の改正前に受かろうみたいなパンフレットがありますよ、で講座取るか取らないかにかかわらず例えば卓越ターゲット講座とか見ていただいてその日程を参考にしてほしいんです、まあ、取ったらいいんですよ。取ったらそれを講座来ることになりますから取るなら取るでいいですけれども取らなくても日程参考にするとみんな12月中とか1月の頭に1クール終わりますよ。 で予備校を使う人はそでだから独学の人とかもその日程を参考にあこういうペースで勉強していかないと2年目の勉強3年目の勉強って終わらないんだなって計画を立ててもらいたいんですね。ということでえ計画を立てるでそれを守るためにはきちんと計画を丁寧に作ることでそれを守ることです。 で守れないなら予備校の講座を使えばいいし、えーまあ、自分でできるよという方は予備校の講座の,そのスケジュールを参考にしてそれをきちんと自分でやっていくということが要求されるんだよということになります。でもう一つがです、ね、この携帯使用書士の講座というのは一つがそのスケジュールの手助け、えー、スケジュールをきちんと自分で計画を守るための手助けということになっております。例えばこれですね1日30分の講座ではありますが4科目、まあ、携帯使用書士6巻ありますけど4巻まで卓一の全分野が終わりますので 4巻, 4, 巻ですね、4巻までが1日30分を30日で1科目、まあ、1つの間が終わりますからそれを4つですね、えー、聞くと4か月ですべての分野が回せます。 ですから、例えば9月からだと90、11、12というふうにちょうど4か月ありますよね。でそれで、ちょうどこの1日30分の講座を聞いてでその講座の範囲をその日の勉強をやるというふうにしておけばあの必ずこうスケジュール立つわけですよ。でそういうふうに役立ててほしいというふうになるわけですね。そううすすると、こちらはですね、もう例えば1日1週間、 3時間の講座をですね3回目、4回目予備校に通えないという方もですね1日30分聞いて予備校を使っているメリット計画を立ててそれを実行できるということになるわけですね。ということで、えー、いうことになりますただこれは自分で聞かないといけないというところはあそこはちょっと頑張っていかなければいけません。と、えー、ということでああのまあ 毎日ですねペースメーカーとして使っていただくというのが一つの使い方ということになりますからあこの1ターンも12月までに終わらせるそのためにこの計画を立ててそれを実行するという補助のためにペースメーカーとして使っていただければいいかなというふうに思いますでその後1月から3月1月から3月これが実践演習の時期になりますから例えばレックなんかの講座では当練があ本格的に始まっていきますですから当練に始まって実践力をつけるためにはや やっぱりこの12月までにインプットしていって1月以降はそれをこう得点できる力今日はあんまり詳しくお話をしませんでしたけれども知識を回答に結びつける得点に結びつけるための回答力というのを身ににつけていく時期になりますだからこれはもう、ね、過去問練習するだとか答廉使うで先ほど言ったように答廉を中心に勉強してしまうとドーナツ化現象を起こしますから答廉使う時にもやっぱり注意が必要なんですね。 ですから、登廉使うときには必ずその中心となる部分をおろそかにしないように例えば過去問練習してその登廉の範囲の予習をいつつ登廉を受けるとか登廉の範囲の携帯使用書士を見るだとかして必ずドーナツ化現象を行わないように登廉使ってもらうそうすするとトーレンがプラスに働きますで予備校というのは皆さんが上手に使っていく必要があるわけです。えー 皆さんがですねきちんと使えるかどうかということ次第なわけですから同じ講座を使ったって受かる方も受からない方もいますよだからさっき言ったように当蓮というのはもうどちらにも働きますから東蓮使っちゃって勉強時間なくなって基礎知識がなくなって落ちてしまった方もいますよそれはだから1月以降東蓮を中心に勉強するのは非常にいいことではありますがそのためには要注意なわけですね東蓮を使いつつこの講座で基礎知識を補うと。 あるいは当連使いながらきちんと過去問でドーナツ化現象を起こさないようにしていくってことが要求。 要求されますねよろしいでしょうか。ということでこれが第2期ですねで、第3期が直前期です、4月から6月、これはもう本当にですね直前、もう最直前になりますから、今まで勉強したことをきちんとですね頭に入れて、本試験を迎えると、この直前期というのは、毎年も3月なんかでも、ですねどうなる今年の本試験なんていうですねガイダンスで直前期の過ごし方についてはお話をしますから、まだこのあたりはいいかと思いますが、ただ、このようにですね、警戒 計画というのはまず年内までのインプットそれから年明け以降の実践力強化で、えー、直前期の追い込みとこんな形で3ターンに分けて計画を立てていただければと思います。ででい、えー、いうううこここととすねこのよにに計画を立てないと本当にこう 終わってしまいまいすということであの民法だけで年内終わってしまいましたみたいな受験生が独学の方なんかでもたくさんおりますからぜひ計画というものをきちんと立てるようにしていただければというふうに最後にですねこちらのパンフレットがあると思いますがあーちょこ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 と話は出てきましたけれども少し、えー、紹介をさせていただければというふうに思いますが。 こちらの1日30分携帯使用書士講座はあそれこそこう1日30分聞いてですね、えー、まあ卓一全科目であればちょうど4ヶ月で聞き終わるということになりますからまずペースメーカーということで使っていただければいいのかなというふうに思いますですからこの年内であればあーその丁寧なインプットをしていく時期ということになりますからあそのペースとして使っていくでその講義で聞いた範囲をきちんとその日のうち消化していくということを4ヶ月きちんと繰り返していけば全分野の勉強が終わりますそれから1 1 4月以降、こちらまた使うことができます先でどの通の時期になりますからその通れに合わせて聞いていくということをです、ね、1月以降は使い道としてやることができるかなというふうに思います。で、期日が5巻、6巻になっておりますからこの期日も合わせるとですねやはりこう6ヶ月必要にはなりますけれども期日も含めた雛形とか解放も含めて全分野が網羅できるこということになりますのでそういう意味ではですね短い時間ではあります。だからもちろんあの 予備校の本格的な1日3時間の講義をですね週3回来てもらうみたいな講座ではもちろんありませんからあの皆さんの独学に委ねる部分はもちろんありますただ、ポイントをお話ししてそれをゆっくりこう皆さんが勉強してもらうということにはなりますけれども必要な範囲についてはすべてお話ししておりますのでそういう意味では安心して使っていただけるかなというふうに思いますねで特にですね。 あの分かりづらいところとか独学では抑えていけないところっていうのを中心にお話をしておりますのでふだんはこう独学で勉強するそれはさっき言ったように非常にいいことではあります問題練習だとか頭に叩き込むのは自分でしかできないですからねただあその時にちょっと一人では本読んで分かんないよというところを中心にお話をしておりますからもちろんだから簡単なところは走るところもあります30分しかないわけですからあそういうことでメリハリもつけて講義をしておりますのでぜひ、えー、そういうふうにです、ね、理解できないところがあるよとかペースメーカーだよというところで使って いいいただければとううふうに思いますあとはあの1日30分だというところが特にこのポイントであのやはりこう時間が長いとさっき言った独学の時間が取れなくなってしまいますからどうしてもこう仕事で忙しい方なんかがあ予備校の長い講義を聞いて本末転倒になってしまうという方もおりますのでぜひそういうところで活用していただければというふうふに思いますね。ねねねそれからでですす、ね、す、えー、いうこととになりますであとはです、ね あの今日パック講座というふうに書いてありますがすでに予備校の大きな講座を受けている方にも実はメリットがありますのでそういう方もぜひ受講していただければいいのかなという,ふうに思いますね。ね大きな講座を受けててるとどううしてもこう それだけでアップアップになってしまうこともありますからそこでこうあこういうことが実はポイントだったんだなとお言った形で重要点を抽出することができますのでその復習とか隙間時間の活用みたいな形で使っていただけると役立てるというふうに思いますやはりこうドーナツ化現象を起こさない基礎知識をきちんとですね思い出せるぐらいにしておくというのは非常に重要なことですからそのために役に立てていただければいいのかなというふうに思いますでは一時間ほど私の方からお話をします あの今年のです、ね、基準点が発表されてそれを受けてじゃあ次年度対策はどうすればいいのかというところから話を始めてスケジュールの立て方それから勉強の 重要点ですね。それについてお話をしていって、最後にですね、このちょっと講座の紹介までいたしました。それではちょっと短い時間ではありまして、ですね、いろいろ急いで話ししたこともありますが、ぜひあの有効活用していただいて、合格目指して確実な勉強していただければと思います。それでは私の方からは以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。